大谷選手が敵軍にブチギレてとんでもない大事件に発展してしまいました。名実ともにトッププレイヤーとなったエンゼルスの大谷翔平選手、野球の実力もさることながら、その人間性の素晴らしさ、性格の良さでも人気を集めるスーパースターです。誰の言葉に対しても優しく答え、ファンサービスもしっかり対応、グラウンド内でゴミ拾いまでするなど、性格の良さを語るエピソードは数えきれないほど存在します。しかしそんな大谷選手も怒りを爆発させたシーンがこれまでいくつもありました。大谷選手を怒らせるほどの出来事とは一体何なのでしょうか。今回は温厚な大谷選手が見せた大激怒エピソードの数々をご紹介したいと思います。デッドボールに激怒、あわや乱闘。まず紹介したいのは2021年4月5日に行われたヒューストンアストロズとの試合。ロサンゼルスエンゼルスが2点ビハインドで迎えた8回裏、ノーアウト1・2塁の場面で大谷選手は代打で登場。ここで大谷選手はアストロズのピッチャージョー・スミス選手から右太ももあたりにデッドボールを受けてしまいます。報復などの暗黙のルールもあるメジャーリーグですが、これは報復とは考えられない、単なるミスによるもの。スミス選手は試合後のインタビューで、変化球が指に引っかかった、ランナーがいる状況でわざとぶつけたりしないと語っており、このデッドボールが故意ではなかったとコメントしています。しかしながらこの打席はホームランが出れば逆転となる場面、大谷選手はこのデッドボールがよっぽど悔しかったのか、一塁に向かいながらスミス選手へ鋭い視線を送ります。するとスミス選手もマウンドを降りていき、球場は一気に緊迫したムードに。まさか乱闘か、ファンたちが息を呑む中、アストロズのキャッチャーマーティン・マルドナード選手が仲裁に入ります。実はマルドナード選手は大谷選手がメジャーデビューした2018年シーズン共にプレーしていたエンゼルスのチームメイトでした。まだメジャー1年目で右も左もわからなかった大谷選手とバッテリーを組み、メジャーのイロハを教えたマルドナード選手、彼は試合後のインタビューで、あのような振る舞い方は良くないし僕は好きじゃない、大谷があんなことをするなんて本当に驚いたとコメントし、普段は温厚な大谷選手の攻撃的な態度に衝撃を受けているとアピールしました。マルドナード選手の起点により避けられた乱闘、大谷選手はこの時の経験が効いているのか、これ以降デッドボールなどを理由に相手選手を睨むような行為は一切していません。人間として成熟しきっているような大谷選手ですが、一般的にはまだまだ若手といえる年齢でした。しかし同年、大谷選手があまりの理不尽に感情をあらわにしてしまう事件がまたしても勃発します。審判にマジギレ、退場危機。2021年シーズン MVP を獲得するもホームラン王獲得は逃した大谷選手、シーズン途中にはホームラン王を確実視される時期もありましたが、終盤でペースダウンし1位の座を譲ることになってしまいます。そのペースダウンの原因として真っ先に挙げられるのが厳しすぎるストライク判定です。2021年9月6日エンゼルスの本拠地アナハイムで行われたテキサスレンジャーズ戦、この試合で大谷選手は指名打者でスタメン出場、活躍が期待された大谷選手ですが、なかなかヒットが出ずに試合は進んでいきます。そして6回2アウトランナーなしで迎えた第3打席、フルカウントまでもつれ込んだ後投げられたアウトローの球を大谷選手はボールと判断し見送り、フォアボールを確信し一塁へ歩き始めると、審判はまさかのストライクコール。この判定にはさすがの大谷選手も納得できず、これはボールだよと抗議の構えを見せます。実は2021年シーズンは大谷選手がボールと判断した球がストライクになってしまう、このような場面が多く見られるシーズンでもありました。これまで我慢を重ねてきた大谷選手ですが、シーズン終盤の大事な局面ということもあり、この日の試合ではさすがに抗議、ホームラン王も狙える場面でのこの判定は誰が当事者でも怒りをあらわにするでしょう。そしてこのような判定に怒りを感じていたのは大谷選手本人だけではありません。これらの疑惑の判定にはアメリカの各種メディアも大きなフラストレーションを感じていました。特にデータ分析専門サイトコディファイは公式ツイッターでこの怪しいストライク判定をザ・大谷ゾーンと名付け、大谷選手にとっていかに不利な状況になっているかを解説、審判たちへの大きな不満を爆発させています。さらにファンたちからも、あれがストライクなら何でもストライクだ、大谷だけなんでこんなに不利なんだ、審判にストライクの理由を説明してほしいなどと怒りの声が相次ぎました。周囲の人がこれだけ怒るのだから大谷選手自身が怒るのも当然のこと、こういった疑惑の判定が出ないようメジャーリーグ側にも注意をしてほしいものです。
大谷史上最悪の大暴走。大谷選手の怒った場面で最も衝撃だったのが、2021年9月26日に行われたシアトルマリナーズ戦でのワンシーンです。シーズン10勝目がかかる大谷選手はこの試合に2番ピッチャーで出場。投手としては6回を無失点に抑える好投を披露。ですが1点リードしていた7回表、まさかの同点ホームランを打たれてしまいます。その後はピシャリと抑えてマウンドを降り、7回裏での逆転に備える大谷選手。しかし自身の打席に回ってくることはなく、目標としていた10勝目を逃すことになります。7回裏のエンゼルスの攻撃が終わり、ファンたちも落胆した時、大谷選手はベンチ裏に下がると、持っていたバットでバットケースをボコボコに殴打。あの大谷選手が自身のイライラを抑えきれず、このような行動に出たのです。これにはチームメイトはもちろん、往年の大谷ファンも衝撃を受けました。実は大谷選手は高校時代に花巻東高校の佐々木監督に指導され、目標達成シートを作成、そしてそこには自身に運を呼び込むための姿勢として道具を大切に扱うことを明記していたのです。バットケースを殴る行為はこの姿勢に大きく背く行動です。彼の高校時代を知るファンたちはその姿に衝撃を受けました。ですが裏を返せば、この時の大谷選手の怒りはそれだけ大きなものだったということでしょう。試合後のインタビューで大谷選手は、もっといい内容で終われるところをタイに持ち込まれてしまいました。トータルとしてはいいゲームでしたが、もう少し改善するところはあったと思いますと自身の反省を語りました。彼の感じた怒りは他の誰でもなく自分自身に感じたもの、自身の不甲斐なさに対して大きな怒りを感じ、それが表に出てしまったのも大谷選手の真面目な性格、そして責任感の強さゆえということでしょう。2021年シーズンはホームラン王への期待、さらには2桁本塁打&2桁勝利達成の期待もかかり、大谷選手にとっては大きなプレッシャーと戦っていた激動のシーズンでした。その終盤に疲れやイライラが爆発するのは当然のこと。むしろここまで我慢できていたことが大谷選手の優れた人間性を示しています。他の人であればもっと早い段階で怒りが爆発し、大きな問題に発展していた可能性もあるはずです。しかし大谷選手は味方へもイライラを爆発させてしまったことがありました。エンゼルスへの不満が大爆発。先ほどのマリナーズ戦で、実は大谷選手は自分自身のみならずチームに対しても怒りをあらわにする場面がありました。この試合で行われたインタビューにおいて、大谷選手はチームが勝てないことにフラストレーションがあると驚きのコメントを披露。それを受けた記者は大谷選手にエンゼルスへの残留について質問。その質問に対して大谷選手は、ファンも好きですし球団自体の雰囲気も好きです、ただそれ以上に勝ちたいという気持ちの方が強いです、プレイヤーとしてはその方が正しいと思っていますと返答し、勝利へのこだわりをアピールした上で移籍の可能性すら漂わせるコメントをしたのです。普段ならこのような発言は絶対にしない大谷選手、それゆえこのコメントは大きな波紋を呼び、エンゼルス退団の噂も流れ始めました。2021年シーズンは大谷選手と共にチームを支えるマイク・トラウト選手も離脱しており、大谷選手へのプレッシャーは増大。そんな中、MVP を獲得するほどの活躍をしてもチームの成績自体は低迷していました。これにはさすがの大谷選手も黙ってられなかったのでしょう。そして2022年シーズンも大谷選手は投打ダブル規定で大車輪の活躍をし、トラウト選手も40本塁打をマークする好記録を叩き出しますが、チームはポストシーズン進出ならず。このような状況下で大谷選手は2023年シーズンオフに FA を取得します。勝ちにこだわりを見せる大谷選手は、このままではエンゼルスを退団し別のチームへ移籍してしまうかもしれません。エンゼルスは果たして好成績を残しポストシーズン進出を達成できるのか、そして大谷選手は移籍の選択肢もある中どのような未来を選ぶのか、時には感情をあらわにすることもあった大谷選手ですが、今は余計なことを語らず真摯にプレーすることに注力しています。あなたは感情を見せる大谷選手と冷静な大谷選手、どちらを見ていたいですか？ WBC のように感情を爆発させてプレーしてほしいと思う方はファイトと応援の声を、エンゼルスで心を乱さずプレーに集中する大谷の姿が良い方は頑張れと一言コメント欄にご回答ください。明日も熱い情報をお伝えする予定ですので、見逃さないようにチャンネル登録してお待ちください。最後までご視聴いただきありがとうございました。